溶けちゃった。という形でした。
った。もしもし。帰らなくてよかった。あんまり良くないですけども、まあ、昔はね、あの、歌に合うと。はい、という形で、円形のリプレイでございました。もう放水も終わってますかね。あとできればいいのが、これはちょっと音が、配線上できませんが、もう一個円形があるので、ちょっとそれも流してみようかな、と思います。これは、ここら辺？ちょっと待ってくださいね。よっ、切り替えます。よっ。民宿も入れても500しかないから、打ち上げになると1000人以上来てます。あの、まずロケットとだけでね、ロケット衛星だけでの関係者がね、500人ぐらい。だから報道がね、これはちょっと音が出ないですが、お客さんがね、観客がいるアングルからの映像です。でね、一番最高はね、この HCA の初号機ですよ。あの時は、あの、5つが2機失敗した後の最初の号機だから、ものすごい人が来てね、もう止まれない。もうだから、NHK の人なんかもう、ああいう大広間で雑魚寝してそうです。はい、という形で、いろんなリプレイ、ちょっと自分のアップの映像を音なしですみませんでしたが、いろんなリプレイで、お楽しみいただけたかなと思います。あと何分かな？はい。もう一回いけるかな？ちょっと、行きましょうか。10分ぐらいだっけ？もう一回同じリプレイを。選ぶときにね、やっぱり足がいいかとか、から通信環境がいいかとかね、コンピューターですぐ連絡できるかとか、そういうのを情報がいいかとか、そういうコースを測ってくれる。あそこは情報が3億ぐらいで買ったらコスモで。でもね、コスモはほとんどやったことない。だって、岩手の競技はもう、はい。アップの映像は別の動画の、あの、音声と組み合わせたりして、音響でガチャンと出るような形でアップしたいなぁと思います。という形で、もうあまり時間がございませんが、そろそろご挨拶を、H2A20 号機も、無事衛星が分離されたそうです。これで、20回打ち上げて19回成功となりましたので、打ち上げ成功率 95% となってます。10年間で、まあ、20機っていうことで、年間2機ぐらいになってますが、ここ最近は、まあ、3機、4機上がってますので、このネット放送を見てくださった方も、もし土日とかに被れば、まあ、種ヶ島までフラッと、来ていただければこういう映像が見れるかもしれませんので、ぜひ現地に来て、見ていただけるといいのかなと思います。はい、という形で今回の打ち上げ中継、音声トラブルとか回線が少し初め不安定だったりしましたが、種ヶ島の、
射程の5キロ西側から、中継をお伝えしました。また、別の機会がありましたら、NVS 宇宙科学チャンネルにアクセスしていただけると幸いです。あと、ユーストリームの方も見てください。という形で、今回はこれで終了します。また会いましょう。それでは、お疲れ様です。25時間30分、25時間30分。東京、種子島は、飛行機が飛んで2時間。